ね、ガムつけも入ってますね。うわ、ほら、皆さんこんにちは、加藤秀明です。今日は柿沢に来てます。ほら、柿沢川天然記念物です。柿沢川湧水群、そしてほら、静岡の自然100選、名水100選、日本の自然100選、すごいですね。美しい柿沢川の自然、今日はじっくり紹介します。今日は特別に柿沢川の中ね、歩かせていただきます。普段は入ることができない柿沢川です。立ち入り禁止の場所に入ります。はい、勝手に入っちゃダメですよ。はい、おお、うわーすごい。あ、はい、最後滑りますんで。うわ、すごいですね。こんなに近づくことができます。うわー、ひんやり。下に降りただけでもうひんやりしてますよ。これ水温は何度ぐらいですか？15度です。15度。あ、これはもう例の貴重な、はい、三島バイカモじゃないですか。そうです。ほら、もうちょっと行っちゃうと、うん、ズブズブって沈んでっちゃいますんで。あ、ここ沈みますか？はい、危ない危ない。沈むところが、はい、ここはいっぱいありますんで。ああ、わかりました。じゃあ、安全に気をつけながら、うん、どのあたりまで近づいていいですかね。ちょっとカメラで、あの三島バイカぐらいまでは多分大丈夫だと思いますけど、はい、こっちにもありますんで。ああ、ここもズブズブいっちゃうわけです。あ、柔らかい、本当だ。じゃーん、うわー、綺麗。じゃーん、うわー、綺麗。うわー、すごい綺麗。結構冷たいですね。はい、うわー、綺麗。わ、すごい。どこ写真撮っても美しい感じですね。うわー、この倒木も雰囲気があって、はい、いいですね。沈んじゃうんで、なかなかね、沈む場所が多いみたいですね。まあ、それだけね、湧水、湧き水がコンコンとね、出てくる、ね、それによってこの川底のね、有機物なんかもどんどんね、流す、そんな役割もありますから、水がきれいですよ。うわー、視聴感が、あ、風に飛んでますね。
見えるのが綺麗な水が湧いてきてます。真っ青、綺麗ですね。ブルーボール、静岡県内ね、柿田川で見られるとはすごいですね。うわー、あー、綺麗。いやー、美しい場所あるんですよ、静岡にはね。柿田川すごいでしょ。アメリカザリガニ。はい、どうでしたか。柿田川美しいですよね。まあ、普段は、上から、ね、覗くことができます。今回は特別に川に入らせていただきました。美しいですよね、柿田川の自然。この美しい川を、ね、これからもずっと守っていきたいですね。皆さんぜひ遊びに来てください。はいです。柿田川に向かいます。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。